自宅でパソコンを使い収入を得る人が急増中。ネット普及の背景が要因か。今不景気の影響で収入が減少する中、自宅で本業以上に稼ぐ新しいワークスタイルが注目されています。その新しいワークスタイルの真相に迫ります。詳細はこちら。官房長官、外相などを務めた自民党の町村信孝前衆院議長衆院同5区当選12回が1日午後2時15分脳梗塞のため東京都内の病院で死去した。70歳だった。静岡県沼津市出身、北海道知事を3期務めた小松村金吾氏の次男で、祖父は北海道酪農の父と呼ばれた金谷氏。東大経済学部卒。旧通産省現経済産業省を経て1983年に衆院初当選し、97年に文部省で初入閣した。その後初代文部科学省党総務局長などの要職を務めた。政策通りとして知られ、最近では北海道新幹線の開業前倒しなどを検討する与党新幹線 PT 座長などを務めた。2006年から党内最大派閥清和政策研究会現最多派の会長を通算6年務め、12年には党総裁選に出馬したが、選挙戦の最中に軽い脳梗塞で入院。同じ派閥から出馬した安倍晋三首相に敗れた。14年12月に衆院議長に就任したものの、再び体調が悪化。入退院を繰り返す状態が続き、今年4月20日に議長を辞任して治療に専念していた。